じゃあよろしいでしょうか。あの来賓の方がお部屋になりましたのでここで、皆さん3名揃っておいでになりましたけど、観光協会の総会かなんか、ちょうど3名お帰りになってちょうど3名いらっしゃったそれでは、あの東京都議会議員で北城、すみません、お名前ちょっと見えないんで、よろしくお願いします。すみません、北城です。すみません、ありがとうございます。皆様、こんばんは。ご紹介いただきました、都議会議員、自民党の北城勝彦でございます。町会の総会、おめでとうございました。まさに、2020年を迎えるための原点は町会の皆さん方が支え合う、助け合うという精神、おもてなしの精神だと思っております。その気持ちでもってオリンピックを迎えることができれば素晴らしい、史上最高の大会になるのかなというふうにも思っております。ぜひ皆様方のご支援で、この港区に一番お客さんが多いかと思いますから、いい印象を持って帰ってもらえるようにお願いをしたいと思います。今1年間で1000万人の観光客、2020年には2000万人にしようということで、みんなで努力をいたしております。今日観光協会の総会で高谷さんと西山さんとご一緒で参ります。その時にもそんな話がありました。その後5年私自身、2回目のオリンピックです。あの時の印象は素晴らしいものがあります。子どもたちに夢と希望を与える大会に何とかしてやりたいと思っております。そして仕事の話ですけれども、古川の洪水対策は27年度に完成予定です。来年でございます。そういった意味で皆さん方のお役に立つように、元警視庁警察官として広告としての使命感を忘れずにお役に立ちたい。そして自民党の鈴木孝也さん、西田豊さんはまさにその気持ちで皆さん方の現場の声をしっかりと受け止めて区政に反映をしてくれるものだと信じております。本島町会の新しい町会長さん、原さんです。よろしくお願いをいたしたいと思います。そしてみんなで素晴らしい東京港区を作っていきましょう。ありがとうございました。